皆さん世の中にはいろんな種類のお菓子あると思います。だが一番お手軽で誰でも簡単に買えるお菓子何かわかりますでしょうか？そう、うまい棒です。私は思ってしまった。うまい棒安くて美味しいですよね。10円で1個、100円で10個、1000円で100個食べれちゃう。安い！そこで私は思ってしまった。うまい棒10万個ってどれくらいなんだろうか。素直にそう思ってしまった。はい、というわけで、100万円企画、うまい棒100万円買ってみたでございます。すいません、純粋に個人的にうまい棒100枚分買ったらどれぐらいの量になるのかなーって思って買ってみました。もう業者さんが来てるんで取りに行ってみましょう。ほんとちょっとした出来心なんですよね。うわ、あのトラックか、でけー。2台。おはようございます。やーば、100万円分買ってみたんですよ。これのあと2倍あるみたいです。ちょっと思ったより多いですね。いや、それはありがたい。本当に調整します。ありがとうございます。ただ今ここまでむちゃむちゃなんだよ。100万円分うまい棒買うのがもうネットだと無理だったんで、直接うまい棒を作ってる会社リスカさんから発注いたしました。リスカさん、ありがとうございました。はい、というわけでうまい棒100万円分届きました。表面だけでもこれです。この中にもううまい棒が詰まってるんですけど、中見てみましょう。やば、もう狭すぎる。はい、ここから全部うまい棒になってます。これちょっとどうするのこれ。ここも全部うまい棒。あー、これだね、積んだな。はい、というわけでうまい棒100万円分買ったので、今からこの部屋にうまい棒100万円分運びます。まあ、この一般的な部屋にうまい棒ぶち込むとどれくらいの量になるのかなっていうのを見たいだけです。入れます。うわー、ベッドの端っこから置いてった方がいいんで、端っこから。うわー、待って、段ボール1個でこのレベルか。うわ、これやばい、マジで家が埋まる、多分。やばい、うまい棒だけ踏まないようにしよう。やべ。はい、というわけで、部屋にうまい棒100万円分入れてみたんですけど、いやー、多いっすね。さすがにうまい棒をたくさん買うと完全にうまい山になってしまいました。とりあえず100万円あれば、まあ部屋いっぱいうまい棒だらけになるなっていうのは分かりました。今から鶴兄が家に来るんですけど、多分久しぶりに鶴兄遊びに来るんですよ。もしもし。もしもし、はい、今どこ？ちなみに鶴兄さん、はい、好きなお菓子何？好きなお菓子、うん、チョコ系ですかね。はい、というわけでうまい棒好きみたいですね。これだけの量のうまい棒があると人ってパニクると思うんですよ。多少の量だったらうわーってなると思うんですけども、信じられない量のうまい棒を目の前にして、彼は第一声何を話すのかとても気になるところでございます。それでは彼が来るのを待ちましょう。うまっ。食べていいですか？いや、ドッキリ手間かけすぎじゃないですか。え？いや、100万円企画なんだよ、ファラの UMS の
あー、はいはいはい。あの、100万円分うまい棒買ったんですけど、さすがにこれはスタックで食べますとは言えないので、ある程度は、あの、僕とか、周りの友達とかみんなで食べます。で、残りは、なんか何本か折れちゃってると思うんですけど、折れてない綺麗なやつを、ひょっとしたら皆さんに配れる機会とかを作るかもしれないので、皆さん、お楽しみに。うめえか？うまいです。よかった。